はい。動きがあったテーマセクター、個別の材料でドイツい,いたメガロ小型株進行しを中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。そっから行きましょうか。うーん。アルチザネットワークスから行きますか。素直に。ちょっと最後押されましたかね。えー、90円高、1 1 3 1円8.59%上昇。うん。素直にちょっと行かせてくれなかったですが、まあまあまあ、大幅高でした。負けさ内容良かったということで。 捉えてていいいんじゃないかなかと思ってます、えー、この2位から4月期の3ヶ月間は営業黒字ーーになりました。一応赤字なんですけどね、第3クオーターのところではね。はい。なぁ、黒字転換したというところ、まあ,あの3、なんですか、3ヶ月間では黒字転換した。5G への移行に伴い、LT アドバンスト及び LT アドバンスト、LT アドバンストプロの研究開発用と向け、テストソリューションの販売が国内外で減少しているが、 えー、5G 対応の企画向け研究開発用システストシステムを販売するなど今後の 5G 関連分野の急拡大期待は高まる状況だと、えー、いうことだそうですよ。はい。アルジダネットワークスでした。うんと、ここからいきますかね。ここからファイン。まだ高い。 300円か 5, 円,10円上昇です松木夫がねまた話題出してましたんでね、えー、系統合を含めた選択肢の検討協議を進める方針を伝えたと発表しています。同社を巡った杉、えー、ホールディングスも系統合に向けた協議を始めると発表しておりますので再編パートナーとしての同社の争奪戦の要素が強まっているです。システムとかこの辺やっぱりいいんですよ。日本ユニシス。 115円の中3四4 5円3.35%上昇。水増証券が閉じたでで、会計続、目標株が3500円から4100円に引き上げたそうです。既存事業の改善が想定以上に進んでいるのと、えー、新規事業の立ち上がりも想定以上のスピード進んでいるということで、最も交通転換が進む IT サービス事業者として評価だそうです。ハウスドゥ d えー、89円中1369円6.95%上昇で5場休止しましたですねエアトリスティおよびエアボムエアビアンドビージャパンとのフォーカス的業務提供をか開始したと発表ですハウスディのドの紙での空室対策サービスとして出 住宅宿泊事業の物件運用をエアトリスティの協力のもと実施するとかそんな感じでありますので期待、えー、が集まっておりますえー、とちょこちょこ見ていきましょうかなとパーッとねえー、とカヤック面白放置カヤック20円だから66 665円なんか変な株になっちゃいましたねここも3.1%上昇 KDDI の AI チャットポットを、えー、企画制作したということを発表しております あとはサイボーズ、まあやっぱサイボ胞ズ月次ですね4月の月次どうこう回復みたいな発表がありました60年の中1,2005円高値更新です5.4%上昇あとは、えー、工業石器内需名から、えー、ジャパンエレベーターサービス、えー、84年の中2,190年3ン8上昇量子コンピューターとかそのテーマ性物色も進んでますけれども あとは何でしょうね。伊藤容疑日ストップ高でしたかね。最近、ここもよく動きますね。100円高742円、15.58%上昇です。政府が無電中化を進める地方自治体に交付金を与えるということを進めめ、てます進め伝わっておりますね。 なん電,電線地中化とかその辺の関連銘柄代表的なところ1個だけ見ておきましょうか講義あんまりこっち関係ないだそうですはいえっと行きましょうかうんとビリングシステム今日久々に大幅高でしたかね えー、262円の中2402円12.24%上昇。全部下げ止まらなかったんですが、6月末、6月30日付で一単2の株式分割を発表しております。えー、262円の中2402円12.24%上昇です。h e r o ズ、s 竹中工務店と空間制御システムを 共同開発して調あ空調や照明などを自動的に最適化するというようなシステムを作るということだそうですが結局今日は高値取った後反落です110円安1万5580円で7%下落ちょっと出尽くし感出ちゃいましたかね ASJ えー、っと違う241円高1747円16%上昇ですステディア関連 ということであの google のねやつですね、えー、循環物色が来ておりますこんな感じかな 結構材料的には大型株の方がいろいろあったかなって一日ですけど。パーク24。えー、大和証券でト社ャンの格上げが出ております。100円中2272円4.6%上昇4日続進です。 えと3から2に格上げがありました目標価格が2400円から、えー、2600円に引き上げです消費税の引き上げを契機に駐車場の料金体系をこれまでの100円単位から10円単位に切り替える方針であり柔軟な価格提案による競合への優位性の高まりを想定しているとネガティブ視されてきた、えー、消費税率の引き上げだが逆に競争力強化への期待につながる可能性が出てきたということなんかや,やこしくなっちゃいますね10円単位とかになっちゃうとねまあいいけどなんか お札入れてててななんかじっと出てくるの嫌だなっていう感じですか、ね、事前生産とか特にできないところだとね特に全部あのナンバーあれナンバー読み取ってんですよあの事前生産しても別にあの注射器入れないでも,もう勝手にパーッて開くやつデグル特にあれいいですよねあれ全部あれにしてほしいはいということでしたこんな感じかなそんなにあと材料でっていうのがあんまりないですかね オプティム今日どうから続進してますかね。オプティムム175円高に3 2 4セ5 7上昇。認知症関連みたいなところでね、買われているようですが、高値越しまでいかなかったですけれども。LINE、はい。LINE、まあ、が小型なのかどうかわかりませんけど。えー、あ、しぼみましたね。10円高3060円0.33%上昇というところまでしぼみました。l i n e イがビザ ライ,イラインペイとビザが戦略的な包括パートナーシップを提携したという発表をしております。そんなところでしょうか。ですねはいえー、そういったところで、ざっと見てまいりました。以上、デイリーえー、アトラクティブストックスのコーナーでした。